を入れました。右の平川、左の梅崎、そして中田は左のサイドバック。前に1人フルス対戦の興梠です。柏木曲げてきました。ナスが決めて追いつきました。1対1、21分、試合は振り出し。逆でだいぶ目立ってましたからね。いやそれにしても水沼さん、はい、ナイスゴールですね。いや素晴らしい。ナス尾骨骨折してるんですよまだね。あ確かすごいこのタイミング、そして合わせ方のうまさ。ダビですかね、ついてたの。そうですかね、多分ダビだと思うんですけどね。完全に前取られてましたからね。